おっと、つい雑談しちゃった。すっかり日が暮れてきちゃったね。もしかして怪我の手当てが済むまでの時間稼ぎだったのかな。ダメだな、僕ってのんびり屋さんでさ。ああそうだな、だからせっかちな私とはいいコンビだったんだけどな。あのさ、何なのそれ。まるで僕とは以前から知り合いだったみたいに言うけど、妄想癖もひどい場合はお医者さんの世話になるべきだよ。君のことを調べたよ、あんまりにも目障りなんでさ。まだ保護者が必要な年齢だろうし、さっさとお父さんお母さんに引き取ってもらいたくってね。君って戸籍上は何かの実験施設の研究員の娘ってことになってるよね。その施設の人がね、君を回収したがってる。僕調べ物とか得意だからさ、いろいろ分かったんだけど、君っていわゆる実験動物みたいなものなんでしょ。そんな自分の立場を嘆いて脱走した感じ。まあ君の事情になんか興味ないけどさ、ただね、いつまでも一式の周りをうろつかれると鬱陶しいしさ、僕はそんな君の報復っていう依頼を引き受けたわけ。まあ利害の一致だよね。ちなみに依頼人は君を回収する際に生死は問わないって言ってたから、あんまり面倒をかけるな、サクッと始末して死体を依頼人に届けてお仕事ってことにするよ。だからあんまり手こだらせずにさっさと諦めて僕に確保されてくれないかな、無意味ちゃん。私は無意味じゃない、この世界では私は無意味じゃないんだ。君を、私の人生を見つけたんだ。お前ってくれたんだ北斗。めんどくさがりで優しくなくて、でも私が大好きだった相棒、たった一人の相棒。忘れちゃったみたいだから改めて教えてやる、名乗ってやる、何度だって。よーく耳をかっぽじって聞け、私はノイムだ。エターナルソサイティのカレードスコープのラウンドテーブルの、ううん、お前の相棒のノイムだ。無意味じゃない。ノエム、ノエム、ノエム、ノエム。ああごめんね、やっぱり知らない名前だな。きっと妄想と現実の区別がついてないんだね、かわいそうに。思春期にはありがちだよね。でもなんか君の声を聞いてるとイライラするからさ、その口をちょっと閉じてほしいな。もうおしゃべりは終わりね、さっさと回収して依頼人に届けちゃうから、僕の人生からバイバイして。おい、お前らだけでも逃げろ、時間ぐらい稼いでやる、巻き込んじゃったお詫びにな。さあ来いよキト、お前はいっぺんぶん殴ってやろうと思ってたんだ。ひゃー、無茶しないで、傷口開いちゃいますから。どうしましょう。ふうむ、逃げろと言ってもらえたのですし、そのお言葉に甘えて退散したいところですけれど、なんだか放っておけませんね。いかがしましょう主様。はい、そうですよね、わかります。アメス様の託宣によると、主様は困っている女の子を置き去りにして逃げ出すような方ではありません。そこにいるのは、おう、
また新しい女の子が。やはり主様のお知り合いですか。主様、たった一ヶ月そこそこのうちに一体何人の女の子と仲良くなられたのですかね。さようですか。アメス様からの託宣の通りです。本当に節操のない男、主様。おい、どういう状況だこれは。馬車に乗ってたのはお前だったのか。ここは危ねえぞ、避難しろ。そちらが襲いかかってこなければ私たちも平和な馬車の旅を楽しんでいられたのですけれど。仕方ねえだろ、仕事だ。問答無用で乱暴な手段に訴えることになったのは申し訳ねえけど、全部あのアホが悪い。奥藤先輩がよ。先輩、とにかくお前らだけでも逃がしてやるから、せめて安全なところまでついてこい。自己紹介とかはまた後でな。もっと、あっぶねえ。お前ら気をつけろ、狙われてるぞ。おー、残念無念、また来年。避けられちゃいましたね、不意打ちだったのに。ビーストは感覚器が発達してるからね。背後からこの距離から狙撃したのに反応できたのは、単純にあの犬っぽい子が優秀なんだろうけど。えへん、お姉ちゃんのワンポイントアドバイス。一発で仕留められる場合は稀なので、矢は急所を狙って最低でも2発、可能なら仕留められるまで何発でも打ち込もう。勉強になります。それじゃあ助言に従って攻撃を続行。いつかお兄ちゃんに出会える日を夢見て。撃つべし、撃つべし。あいつめちゃくちゃ矢を乱射してきやがる。私たちを狙っているということはあなたの仲間ではないのですか。知らねえよ、少なくともビーストじゃねえし私の仲間じゃねえ。なんなんだよ畜生、姫さんの占い通り今日は薬味か。What?